ライフの曲を3曲やります。本当はこのメンバーで路上ライブでドロスやる予定やったんですけど、会える時間がなかったんで延期になっちゃったんです。なんでいつ帰るんで見に来てください。おやすみの秋川さよならだよ。Come on.
僕が始まる。なんだ世界は幻だった。
首知ってる人、あ、結構おった、あれあんま少ないかなって思ったんですけど、なんか結構暗めな歌詞が多いんですけど、あの、え、知ってますか？そう、なんかいい曲いっぱいあるので聴いてください、ぜひ。あと1曲やって終わります。ありがとうございました。日々でした。ここを見て2番の子犬です。よろしくお願いします。そうね、夏庭園からだらだら続いてるこのバンドなんですけど、申し訳ございません、本日ともって解散ライブとさせていただきます。よろしくお願いします。盛り上げていただけたらすごく嬉しいです。歌詞間違えたらごめんなさい。よろしくお願いします。
変わります。あのちょっと今回ボーカルするかボーカルをするか MC をするかの2択をかけられまして、でもボーカルは嫌やから MC をやってるんですけど、まあ、そうですで、まあ早いことに、まあ、1年生ライブいつやったっけ、まあ、5月6月ぐらいになって、もう早いこと1年経ってもう冬で、すごいびっくりで早い1年なんですけど、まあ結構楽しいとなんか時間過ぎるの早いから、まあ、やっぱこの1年めちゃめちゃ楽しかったんかなと思って、まあ、だからこのサークルにすごい感謝やなと思ってます。で、次の曲の名前が優しさにあふれた世界でなんですけど、まあその優しさがすごい楽しかったんで、まあ実際今が優しい世界に包まれてるのかなと、優しい世界に溢れてるから今すごい楽しいんだなと思って、だすごい感謝ですね。だから先輩方とか、まあ、仲良くしてくださった1年1回の人たちとか、まあこの恋のバンドとか、はい、感謝です。じゃあ来年もよろしくお願いします。Bye.
やってるんですけど、見ての通りこうみんな白目メイクしたんですけど、正直めっちゃ後悔してます。このクオリティの人さ、ほんまにクッキーみたいな。あんのクッキー、めっちゃめっちゃ世界って白い白いのが出てる。あーもう白いのついた、今鼻かいたら最悪だ。なんかアマゾンで1000円ぐらいしたんですけど、これ買うんじゃなかったなっていうのをずっと思ってます。
まあ置いといて、ラブガーワン・ツー・スリー・フォなんですけど、多分みんな歌えると思うんで一緒に歌ってください。
Yeah.
ここからが勝負だ。おーい、おい、やったー、やっちゃった。どうもやっちゃいました。わざとかなんとかやめて、普通にわざとよ、もうわざとってことにしてくれ。もう一番かっこいいところ、一番かっこいいところ、俺だけになってかっこいいよ、そこ。ぜひ聞いてみてほしい。また今度ね。なんで？はい。やりたい。どうしよう。無視しようか。無視してほしい。なんかもうこれすごいね。熱っ、めっちゃ汗出るしね。さっきのさ、あそこの人はなんかめっちゃ、その人とめっちゃファンタクスしてますよ。白くなってるらしいですね。嬉しいね。はい、やばい、なんか頑張ろう。みんな盛り上がっていこう。今日なんかいつもより調子悪いな。いつもより調子悪いな。俺前乗り気だから。やるか。じゃあその感じで次曲進めんな。頑張って盛り上げていこう。俺に問題がある。盛り上がってますか。おー、おかしいから。おーやったら分かるけど、おー、おかしい。なんか怖いんやけど。あ、そうなんや。俺だけじゃないや。おらー、おい、やるぞー、やるよー。お前らいけんのかい。なんかこれ俺絶対盛り上げれんくない、なんか。MC じゃんね、ちょっと助けてほしい。本当にだって俺結構ちょっと頑張って、今日は頑張ってるよ、いつもよりね。今日は無理な日かな。盛り上がっていこう。冬天じゃっけこれ、冬天1日目12バンド目クライムグローです。お願いします。やるぞー。俺最後に、じゃあもうあと2曲あるんで、もう最後の2曲はもうすごいぶち上がる曲なんで、もうこれや、もうこれはねやばいよ本当に。やりまーす。Keep on, keep 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 on, ke
崩すのさ、奴にバレないよ。狭いマンションで強く崩すのさ、奴にバレないよ。But I said
ってくるから。
谷翔平です。2回目の登場で、いやなんかもう最近僕就活シーズンなんですけど、ちょっとなんか結構あなたを表してる画像みたいな僕あのエントリーシートであるんですけど、なんか俺そのレオくんが撮ってくれてるやつ見たら全部目つぶってて、ちょ遅れるもんがないんで、ちょっと次の最後の1曲目ガン開きでやります。お願いします。ゴーキスさん、あの機能お願いして今日やってくれるって感じ、あのコピーしてくれました。スーパこんな感じで、いやもう増えてもうちょっと、明日もなんか1日目もうちょっとで終わりですが、最後まで楽しみましょう。ありがとうございました。We'll be right back.
Oh.
ライブ。やありがとうございます。はい、次の曲はアーから始まる曲です。でルーで終わります。4文字です。I'm sorry.
お岡崎ドラム教室です。どうもこんにちは。ほんまにないし、マジでなんか WOB やりたかったんですけど、なんか情けない先輩がなんか情けないことしたからできるなってなって、このままハイスタやるかみたいな感じなんですけど、いろいろなんか陽介くんもなんか2ビート得意分野みたいな見てたからやったんですよ。ミスってたらほんまに芝居でください。ゆうさん、ゆうさんまで暴れてください、ね、あ、マジで途中でドラム変わってステイゴールドだけ叩くから全然なんで終わりなんで遅いじゃん、テンポあやるかほんまに何も聞かへんなぁ。ちゃんとしてほしいな。あ、じゃあ次の曲やります。
反省して、なんかさ、ちゃんとちゃんと違う、クリアルなやつ、そのめちゃくちゃカスやし、ほんまにほんまにやったらあかんことしてるけど、でもヨセ君頑張ればまあノリがなるかもしらんから、そう頑張れよ、だからもう1年後とか2年後とかにでもええから、もう何もなかったなって言えたらいいなって曲やります。最後ラッシングって曲やります。
ありがとうございます。疲れましたねなんかもうしんどい人は座りながらとかでもいいんで聞いてくれたら嬉しいですラムネ7000円の大取りね、本当は行きたかったんですけど退却としまして今日リベンジです順番決めの時に誰も取り行かなかったんで行くかってなって行っちゃいました。次の曲がステップっていう曲なんですけど、あ、ちょっと真面目な話するんですけどそのステップっていうのがどういうステップかっていうと、その人生という階段を登っていくっていう意味のステップで、で、まあ、その階段を登ってる間、こうなんかダッシュで駆け上がれる時もあれば、こう歩けなくなっちゃう時もあると思うんですよ。でも私はその歩けなくなる時間が長いタイプの人間なんですけど、なんかそうなった時にこの曲を聴くと、なんかこう明日もこう笑って生きていけるような気持ちになるので、そういう私にとってお守りみたいな曲を聴いてください。
2年ラストです。最後は楽しく踊って終わりましょう。